令和になって初のモノノビリーチです。今日はね、5月の1日ということで、本当に妙が変わった時の今日もう4時過ぎだから、まあ、基本的にはちょっと人が閑散とする時期なんですけどね、まだ50人待ちいますね。非常にいい神社なので1日前とかできればいいんですけど、今回も時間が合わなくて、さすがに取れませんでした。だって神社上手な人は羨ましい。お守りもね、ちょっといただきたいと思って、お願いしてて、インスタでいろいろ話したら取っといてくれるかなと思って、ありがたいことだと思いながら、非常にいい参拝殿で、私は好きなとこなんですけど、物の部市っていうのはね、知ってる方、神社知ってる方だったら絶対知ってるはずなんですけど、この物の部さんの神社です、できたらね、上の方でまでちょっと登っていただいて、踏破していただいてやっていただいた方がいいと思うんですけどね。本殿の脇ですね、何回撮っても感じが違うんですよね、いつも思うんですけど、いつも同じようなものを撮ってるじゃないかと言われるんですけど、やっぱ表情がね変わるんですよね。どうもこういう、ね、飾りの見たりとか、あとその本殿の裏手にもし行けるとこ、ここは行けるんですけど、行けるところがあれば、そのここ一番こうちょっと強いお願いを、思いを伝えたいことがあれば、それを伝えてご加護をいただくというのがいいとされているんですけど、私はまあそういう意味で裏に行った方がいいですよってことを言うんですけど、行けるところと行けないところあるんですけど、物の部は行けるようになってるので、今のところ、ルールを守って参拝すればこういうのもいつまでもやれると思うんですけど、守ってくれないとね、そのうちできなくなっちゃうんで気をつけてください。この神社はね、やっぱりいつも参拝してもこう気持ちがいい神社ですね。理由が分かんないです、私も。その清々しく、神様はどこも人間もね、どこの神社もいらっしゃるんで、清々しい気分になることは間違いないんですけども、でもその中でもやっぱりこう、多分自分の中でこう思いを伝えたい神様なんでしょうね、きっと。こうやっぱこうご加護をいただきたいから一生懸命参拝するし、そのここに来れなくても、じゃあそれに近い神様のところへ行ったりとか、分霊を祀る分け御霊を祀る神社とか、あとここで言うと、奈良の田原本町に、田原本町にある、村屋神社という神社が、宮司さんが物部氏の関係のこう子孫にあたる方なんで、その方の神社に行くとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういうなんか気持ちのつながりとか、そういうことがまあ重要っていうか大切なんじゃないかなと思うんですけど、神様に思いを伝えたいんだったら、やっぱり伝えたい
場所に行くっていう、で何度も行くっていうことが大事だと思うんですけど、ね、